羽田空港のすぐ隣に来年の春、日本最大級のホテルが開業します。敷地面積4万3000平方メートル、地上12階建ての巨大なホテルが羽田空港の国際線ターミナルと直結する場所に来年の春にいよいよオープンします。訪日外国人客などにより、 羽田空港の年間利用者も8700万人を超え世界5位となりましたしかし周辺にはホテルが極めて少なく空港の5キロ圏内には客室2100室しかないといい利用客数が羽田とほぼ変わらないロサンゼルス空港のわずか6分の1になります来年春にオープンするこのホテルは 空港に直結するホテルとしては客室数が日本最多となる1717 17室になります中でも注目は最上階にある天天然温泉の露天風呂です湯に浸かりながら飛行機を眺め晴れた日は富士山も見ることができまさに旅の疲れを癒してくれる贅沢な空間になっています。